こんにちはコロデュです。山口凛太郎さんの事務所タートルカンパニーに所属してチャネルラー活動をしています。このチャンネルでは、レ有名人のチャネルリング、霊視、あと他の2人の仲間と不思議な話なんかをして配信しています。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。はい、で今日はですね、あのコメント欄にリクエストをいただいた伊集院静香さんのことを、えー、話します、えー。こちらですねあの今回は霊 ではななくてチャネリングになりますあの霊視とチャネリング2通り、えー、コロルはやるんですけども霊視はですねあの自分主体で対象の人や物事をあのずっとこう読み込んでいくって感じ感じ取っていくって感じなんですけども、えー、チャネリングの方は自分の意識や思考とは関係のないところで言葉や情報が 頭にですね、こうバドドドドドドって入ってくる感じがチャネルリングです。はい、で今回はチャネルリングなんですけども、ああ伊集院静香さんのことかって思った時にですね、こういう言葉が降りてきました。えー、恥ずかしがるよって来たんですよ。恥ずかしがるよ。えー、これはですね、あのー、今はまだね会ってないんですけども、今ね会う準備中なんですね。えー、これから準備が整ったら、えー、夏目雅子さんにあのー、ご挨拶に行く。 会うんですよ会うんですけどその時はめちゃめちゃ伊静さん恥ずかしがるそうですもう久しぶりに会うわけですからねあの若い奥さんにもう恥ずかしいって感じでもうはにかみながらね照れながらねもう顔真っ赤にして会うそうです。であのそっからねこうあの何時間もねいっぱいねお話し合いするお話し合いじゃなくてお話かをするそうです。 はいでその後ねあの簡単に、ね、2人で「はい住みますよ」ってわけじゃないんですね。伊集院静香さんはその後の人生があって、えー、篠野弘子さんと再婚してねそっちの、えー、いろんな生活の思い出とか愛もありますから、えー、単純にですねあの亡くなった若い時の夏目雅子さんとまた幸せに暮らしますってわけにはいかない感じなんですけども、えー、まずはですね今は会う準備をして。えー いろんなね段階を経てね。会う時が来たらえー、2人は再会します。でえー、その時は降りてきた言葉を繰り返しますけど、とっても恥ずかしがるそうです。はい。以上がえ10、ー、位静香さんのチャネリングでした。ありがとうございました。リクエストスありがとうございました。